皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。エキスパンションパス第1弾、鎧のことです。ソードでコードプレイのダイスアフレコでお送りします。前回マスタードと本気の勝負をっていうことなので、今回はマスタードさんと本気の勝負しに行きたいと思います。双剣の塔の一番上で戦って以来ですね。だいぶ違うのかなっていうのが気になるところですが、どうなってるんだろう。チミが道場に来てくれた、本当によかった、ありがとうね。血は筋肉踊るだって。さーて、世界一楽しい時間の始まりだよ。でまた本気モードだ、これね、かっこいい。道場主のマスタードが勝負を仕掛けてきた。6体いる。まずはコジョンド、やっぱり格闘タイプのポケモンになるのかな。え、ソードとシールドで持ち手違うんですかね。それか選んだウーラオスの方で持ち手が違うのかちょっと分かりませんが、私自分の時も何出してくるのか気にしてみようと思います。うわ、猫騙ししてる、出せない。ミュウツー10万ボルト、レベル帯は73以上になってるのかな、どうなんでしょう。とりあえずこれで次レントラー、トリンク持ってましたもんね、進化したんだ。でもタイプがいろいろいるっぽいのかもしれない、なんかそんな感じがしますよね。ちょっと違う？いろいろいるだけ？レントラだと電気タイプだもんね。怖っ、レントラが倒れた。次何出してくるんだろう。アーマーガーだって、ここでアーマーガー飛行鋼タイプ、もう本当にいろんなポケモンがいるんだ。効果は抜群、基本は上敵、それだけでは勝てぬぞ。残りは何を出すかですよね。ジャラランガジャラランガ持ちだよ。格闘ドラゴンですよね、ジャラランガ。これで OK、 最後だよね。次もう一匹いる。あ、ルガルガ、マヒル？ステルスロック巻かれた。ちょっとミュウツーのままで突破すれば意味ないから、このまま行きましょう。多分いけると思う。で、あの双剣の塔の一番目、ダクが持ってたんですよね。もしかしたらウーラオスになってるのかもしれないので、私あのてっきり鎧のことで追加になったポケモンしか手持ちにいないのかなって思ってたんですけど、アーマーガーとかジャラランガとかいましたもんね。わ、やっぱりウーラオスなんだ。しかも一撃同じ型だ。これが上がった時の双剣の塔の種類で持ち手が変わる気がします。他のポケモンはどうなってるのか、シールドで来た時の楽しみにしておこうと思います。だよ、巨大マックスなのかな、もしかしたらその感じの話でしたもんね。今まで大密探しに行ったし、やっぱり巨大な拳となり手だ。来た、あ、公式映像でも見てたけど、うわ、めちゃくちゃかっこいい。
きの方。ドキドキする。もう一発だ。さすが、抜群取れましたね。どんな技出すのか気になるけど、これはこれから巨大マックスした時に打てますから。42レベル、カメックスになる。勝ちました。心からおめでとう、ありがとうございます。きたー、カメールからカメックスだ。巨大マックスするカメックス、嬉しい、ありがとうございます。図鑑も登録になりました。鉄壁を覚えたい。このタイミングなんですね、鉄壁。忘れてましたよ。ラスターカノン、これは入れた方がいいでしょう。雨乞いがいらないかな。楽しみですね。いやー、巨大マックスですよ、カメックス。甲羅にいっぱいあるやつですよ。本気のリーグカード、お、レアリーグカードかな。ありがとうございます。レアだ。おせもまた一から修行のやり直しだな。ちょっと誰負けちゃったんだって。三つ葉さん、おかみさん、みんな来てくれたのだな。やだよ、もう本気の姿ないからだ。惚れ惚れだわ。コウゾちゃん、ほんとよくやったね。お祝いの大スープっすね。やはりただの新人ではなかったっす。新人師匠と呼ばせてもらうっす。驚かないぞ。ウフラオスちゃんもよく頑張ったわね。ウラーン。コード、クララさんだ。その、おめでとう。なんて言うと思った。お祝いなんてしてやるもんですか。ほんと先生した。本気師匠に勝てる君にうちが勝てるわけないし。でも今度やるときはさ、正々堂々勝負だよ。うち負けないから。また勝つよ。おいきーうちの次に性格悪いって。自覚はあったみたいですね。裏修行、おしまい？わしとちゃんと勝負してくれて、わしちゃんと勝負してくれて、ありがとうございました。来たるべき時のためにね。どういうこと？いつかわかるから楽しみにしといてね。ん？続いてる？もしかして何かある？のかな？この流れは。エンドだ。じゃあ追加コンテンツ、鎧のこと、ストーリーはここまでになりそうです。めちゃくちゃ楽しかったですね。いやー、シールドで自分で遊ぶのがほんと楽しみ。本気の本気の師匠にも勝ってしまうとは。過酷なトレーニングなんですか。縛り組手をこなす、あ、縛り組手、はい、あれですね、縛りなんとか縛りでバトルするやつも解放になったっぽいです。ここからなのか。これマスタードさんとの勝負って1回できるのかな。1日1回勝負して何かもらえるとか、そういう感じなのかもしれないですね。この子気に入ってるの、ハイド。バーチャルポケモン、ポリゴン。ハイドくんがなんか言ってくれてる。本気ダディに勝つ人なんかマレーニアからお祝いしてくれる。あ、ポリゴンもらえた。すごい、ポリゴンここでもらえるんですか。あれ、ポリツーにもいけるんでしたっけ。おお、びっくりした、ありがとうございます。経験お守り、そういえばもらってましたよね。500ワット上げてちょっと動かしてみましょう。こう、あなた、いや、コードさんだっけ。なかなかどうしてできるよね。ありがとうございます。ウロボ初指導注入。かわいいパーフェクトだ。いらない道具を4つ入れると新たな道具1つ出てくる。ボングリッテのを4つ入れると珍しいモンスターボール。なんとボングリ探さなきゃ。
そんな感じにできるみたいです。はい、また今後ね、この後いろいろできることが多いので探してやってみるのも楽しみですね。ということで、今回はジムリーダーのあの人と一緒になった。え、何の話？今回はここで終わりにしようと思います。なんかいろいろ気になることが増えましたこの動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!